お疲れ様です。今日はですね、こちら深海エスピを救いたいというわけでやっていきます。はい、限界突破、まあ進化カードの最弱です。アイススピリットですね。はい、つい直近のかバランス調整で一応強化はされたんですけど、あの興味なさすぎて、アイスピ何が強化されたのかもあの把握してないです、ごめんなさいそんぐらい正直ね、弱い、注目されないカードではねあるんですけども、まあまあまあ一応進化カードなので、その5試合すれば1試合ぐらい輝くんじゃないかなっていう、はい、まあ期待も込めてねやっていきます。まあなんか最近だとそのなんかスタンさせる、まあ一瞬止めるみたいな、その進化ザップが登場したので、まあなんかそれによってよりこうザップの居場所っていうのがなくなった気もするんですけどね。あ、ザップじゃない、アイスピ、アイスピの上位互換のようなね、はい、ザップが登場しちゃったんで、まあちょっとどうだろうね、アイススピリットくんという感じではある。正直まあアイスピじゃなくていいっていうか、アイスピに一枠を使うのがね、まあもったいないってなっちゃうんですけど、まあまあちょっとそのイメージをね今日は消してあげよう。このカードのおかげで勝てたっていうね試合もねあるかもしんない。これちょっとあのボンバーだけやだな。おい、怖っ。え、これなんかデリバリー、おい、こらえこらえ、おい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 、よし。なんかゴルナイもね、なんか強化されたっすよね。突進スキルを使う間隔が短くなったんですよ。11秒今までは間隔があったんですけど、それが8秒になったのかな。さあ行け深海スピ、お前の出番だ。まあまあまあ、なんとも言えないね。え、やばい、俺のウッドが下手、やばい。え、深海スピ終わりましたね。何してたんあれ進化ボンバーでいいやんっていう、いや、まあまあまあ、あんま言うなよと、これからですから。え、なんか怖っ。え、てかブラスターだからこの進化スキル事故るんじゃね。あー、全然か。だからまあゴルナイトルネドリームで勝てそうな気はする。ファルチェ、いや、ファルチェ強ー。いや、一応警戒はするっすけど、え、これなんかもうトルネゴルナイやりたすぎる。むずいか、デリバリー。うわ、全然走らんがな。なんでやねん。いや、まあでも、お、深海スピ。深海スピ、深海スピ。おい、何やってんの、お前。どこ行ったんだ。いや、俺が下手なのかもしれないよね。その深海スピに罪がないのかもしれない。もしかしたら。どうだろうね。まあ、一旦トルネゴルナイよね。久しぶりにするわ、トルネゴルナイ。ボンバー欲しい。ワンチャンピオン、ファルチェ。いった、うえー、やっぱこれが気持ちいいよね。やべ、キングゲットできんじゃね。え、熱っ。よしよしよし、からのトルネゴルナイ、これ一生トルネゴルナイマン。あ、やべ、下手くそしたな今。やべえ。いや、思ったよりダメージ受けてないよ。俺も今負けたと思ってたから、正直。逆にこんだけで済んだっていう。え、待って、アイスピ強いかもしれないいや、持ってるね、その残りが。ゴブリンね。え、めっちゃ言うと、実は、え、ちょ、ボンバーだけ気をつければさ、最強になれそう。で、ゴルナイ、これスキル使うやん。この次が速くなったんや。いやー、全然次がこん。え、下がってった。熱っ。え、来て、ブルナイ。
うん、ゴルナイ全然危ねっ危ねいやちょっと深海スピはこういう相手とかよりは、まあ、バルーンとかホグとか、まあ、ジャイとかエレジャイとかなんかそっち系の方がねアイスピア輝けるんで、って言ったらまたドリルなんですよね。時代がゴブリンドリルすぎる。走ることも可能ではあるが、まあ絶対何か来る。なのでまあスキルを警戒させるっていうのも大事ですね。まあスケで、まあさすがにザップじゃないやろ。ボンバー先ました。まあ最短でね、ドリル行ってもいいけどな。一旦相手が絶対攻めてくれるわ、これ。相手の攻め待ちでいいか。攻めて、逆ー。ファルチ優秀すぎん？ファルチ強？まあ、行ってみるか。いやー、やば。それ。いやー、まあまあまあ、言うの入んなかっただけ。いや、禁忌して、コストないけどやっちゃう。よしよし。それで2発入んの？どうなってる？アイスピなんか頑張って頑張って、2回凍ったらいい方なのに。そんな雑に2発も入れんなよ、ボンバー。さあ、アイスピー、絶対進化。めっちゃいい。やばい。まあまあ。イチゴスですから。今のはちょっと働いたんじゃないか。ちょっとだけ。いや、これ一発？やば。このハルチできー。さあ相手はね結構高回転なのでゴリゴリに攻めたい顔してるんで、なんか俺は無理に行かなくても相手が勝手に攻めてきてくれるみたいな。今のに大砲置いとくか。いやーこれえぐいカウンターやね。ポイズン張ってきます。一応走らせます。まあ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 。ファルチ。いいよ。いや、これ拾えないんだよな。難しいよな、拾う。よし。いや、これマジ、トルネゴリない、ゴリない。決めて。ボンバー欲しい。いけ！うわー、強っ。テスラなんだあいつ。これね相手一応ボンが回るんで来るね。はいこんにちは。来ない、来ないの渋。デリバリー、おー、いやーいい受けされてますね。ファルチェ、ポイズンに強いんだけど、体力ローすぎるか。14だと。いや、美味しい、それ。ファルチェ残ってたら最強だったんだけどな。残ってないんだよ。ボンバーもいるもんね。いや、まあ、まだ全然あるな。ジーコーレ、ジーコーレ、ジーコーレ。これは一発入る。うわ、惜しい。てか、だいぶ追いとくね。で、これさ、やばい。やば。どういうこと？ボンバーがやばいやん。アイスピー、いや、ちょ、ドリルはええって。その、ドリル環境なのはみんな知ってんねん。こうだって飛ばすだけで勝手にダメージ入っていくっすよ。そんなのはいいから、一旦このアイスピーが輝く相手来ねえか。いや、まだドリルのくせえ匂いがすんな。まあ、クロスとかの可能性もあるけど。
何ですかい、こんにちは。アーチャークイーンだ。いや、クロスやん。いや、めんどくせえ。いや、ロケ打ってくれたらちょっと助かるか。絶対消えるやん。え？おお、そうよね。さあ、まあ、ロケ打ってくれました。ってことは、今、俺の方がエリクサーアドバンテージを取ってるわけですよね。ここでゴルナイファルチェドリルダッシュまでかましたい。が、まあ、テスラマンをね、どうしばけるかみたいなのがある。だって、ファルチェ先行だけやめとし。いや、ファルチェ来た。やばすぎる。ファルチェゲー。うおい来た。いや、ゴルナイのスキル下手すぎるな。まだファルチェでダメージを稼いでいくぐらいしか稼げないと思うんで、俺は。今のダメージは大事。アチャクイはな、トルネで下げたいな、できるだけ。ケツアチャクイに勝てるユニットがいない。え、ゴルナイ強っ。え、いいね。一応深海スピです。一応いや、まあまあ、アイスピンに関してはやっぱもったいないって感じないですね。まあ消えてくるかな、さすがに。えらいね。いや、本当に強いよな、アーチャークイーンで。バルキリーだったら、これはね、後ろに下げてダメージを稼ぎます。で、ここでクロスが、こんにちは。先に出しちゃうよ。よし、成功。やばい。やばい。いや、ファルチが。やばい。いいよ。いやー、いい体ですね、これは。素晴らしい。からの、やな着衣がね、本当に強いんですよ。え、このテスラちょっと美味しいかも。内側でタゲ取るみたいなない。いやー、取れてない。怖っ。いや、ちょっといい。え、アイスピが飛んでるやん。まあ、そんな大きななんかメリットはなかったけど、今気持ちと程度に飛んではいたよね。テスラってさ、強いん結局。ああ、強いね。硬えな。危ねえ。結構限界ではあるんやけど。二つ目のクロス来るやん。いやー、苦しいよ。これ一旦ステイでもいいな、これ。そうね、左が怖いもんね。これ深海スピちょっとアチャクに強くない？え？ちょっと強いのいいな。いやー、もうクロスだけはしばくよ俺。いや、しかもファルチの釜が。いや、微妙。いや、ゴルナイ強え。耐えます。これ耐えたら勝ったんじゃない？アイスピちょっと良かったくね？今日の中で一番良かったんだけど。そのさ、アーチャークイーンの時間稼ぎ的なね。やべえ、これ攻撃したら、いや、吸われちまう。これマジで取れねきそう。あぶねえ、さすがに来るよね。で、実はそっちなんだねっていう、狙ってんの。オッケーオッケーオッケー、よく耐えましたよ。とアイスピの凍らせ、よかったな。アーチャークイーンに強いんですね。使わなさすぎて、深海アイスピ。アーチャークイーンに強い。あとはまあ、タンク系ですかね。よし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 。
まあ今だともうほんとアイスピ使うぐらいならザップでいいもんな。もったいない。進化2枠になったとて。え、おいしい金キア。さあコカッちゃんだ、珍しくね。いやーまあ延命してくんなら走るよね。からのまあ限界でタワー付近でやるとキングも攻撃してくれそう。いやーテスラこれ起きるかな。ギリ寝てない。テスラと打っただけでよしよしよし。いやーちょっと入んのよ、このちょっと入んのがいいんだよね。からのえ、これタワーまで行けたりしちゃう。あーそこまでやる気がないよと。もったいないね今。いやこのプリン嫌すぎる。いやそっちいたープリンセス、プリンセス嫌ね。まあ今回もアイスピー輝かねえな何を凍らすんだ。タワーまで飛んで、ええ枯渇でポイズンや。削れないぞ、そうなったら俺のタワーを。ポイズンだったら勝った説ある。いやーマジでこれね、走りてえよな、走りてえよな。いやー進化ないとちょっとごめんって。で端前プリンやん、また足前プリンを凍らしてもみたいなのがあるよな。いやーマジで足前プリン嫌すぎる。こんにちは、うい。いやマジゴルナイ帰ってきた、えら。深海スピさどうする。お、え、え、すげえマジある。え、スケジコ、え、やば誰が想定してたんこれを。ちょ、アイスピー、ちょ、マジなんで一応いるけど、みたいな。わぁ、100倍スケの方が強えなぁ。普通にはコール間隔を短くするだけでも、結構便利になりそう。凍る、溶ける、すぐ凍る、溶けるみたいな。ホグとかラムライダーとかを貫通しやすくすれば強そうかな。まああとサイクロを2回に1回にしてもそれでも弱いかもね。まあマースさんボンバー進化を3回に1回にしてもらわないと始まんないんですけども。さあアチャブラスターだともうジャイスキラーがね、いるイメージがありますよね。これドリル飛ばすと、まあダークプリンスが来るので、飛ばさないと。うん。まあ、守ってカウンター生きれば強そうだな。凍らして。アイスピなんか普通ので、優秀じゃないですか、意外と。進化をする必要がないみたいなのがあるっすよね。他のやつと比べたらだいぶまともだもん。まともというか何だろう、進化してもぶっ壊れではないから進化する必要がない。ボーラー咲いたな今。行っちゃおうかな、アイスピまで行きたいな。いやーリートプリ、いやうまい。うおい、マジかよ。それで完璧やっすね。いやーまあ進化スケだけで止まってくれたらだいぶ楽ではある。まあどうせ雪とか使ってくれるんじゃね。さあまあ問題はボーラーがいるんでちょっと攻めがめんどいかな。まあボーラー咲く逆サイにさ、これやっとくだけでよくね。アイスピ添えるわ。うわマジそれやばすぎる。俺のアイスピいけ、マジやば。え、リトプリ加工されたんやけどな最近。え、これ禁忌して、
いや、え、これでかすぎるか、正直。え、これ買ったんじゃね買ったんじゃねこれ。そんなのねえかな。メタも何も関係なしに来る。これゴルネイ走るよ。え、アーチャーも芝居てもらって、いや、いいね。え、マジ何も関係ない感じに来るね。いや、ボーラーが、やばいな、相手。え、深海スピ、え、ちょっといい。いやー、からの内側みたいなんで、タゲ取ったりできたりやっちゃったり無理だったり。まあ、え、マジ進化助にコスト使ったらゴルナイが、おつ来た。え、ゴルナイあっつパルチで、おい、これっすよ、ゴールデンナイト、じゃゴールドナイトか、気持ちいい。まあ、今のも完全に進化助のおかげですけどね、正直。よかったな、今の。ゴルナイドリームね。そんな流行ってないんですけどね、結局ゴールドナイト。やっぱチャンピオンだと、ね、リトルプリンスとか、まあ、いろいろその替えがいるから今。他に強いのがいっぱいいるんだね。ゴールドナイトを採用するのがもったいないってなっちゃうんですからね。姉妹プリン来るかな、逆祭。同祭だったら許容できるな、これ。みかんバルーンだな。まあ、ランバーとタルババとかもあんのかな。全然走れねー。なんか今のタゲ取りうめえな、相手の。さあ、まあ俺端前プリンだけ気ぃつけたら負けないみたいなとこないかな。進化コウモリ、うん、施設取りになるんでね。しかも相手ディガーねえから、いや、ほんと端前取るねだけ、取るねで端前プリンだけ気をつけたら、端前プリン、うん、このプリンだけ芝居ときいいんだよ俺。あとは芋っとけば、まあ、ルート強制まで来る。いや、これだってもうトルネで引っこ抜けばいいんで。しかも深海スピある。え、これでかくね、このアイスピ。これ普通のアイスピだったらさ、見て、まあまあまあいや、まあ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 悪くはないでしょ。え、こうなったらもう流れが良すぎるか。大砲も何でもある。まあでも俺がね、攻めを通さないといけないんで、一旦無理せずでいいか。まあ飛ばしてちょっと相手にね。タルババかな、強いんだよな。よしよしよし、攻め取るんでね。あー、うまいなそれ。端前プリンの削り嫌だな。まあ一周目にはあんまトルネード使いたくないよね。さあ、で一応コウモリもありますよと。え、そう、落ちたらちょっと怖いよ。まあ行きますよね。ゴルナイが、ゴルナイそっちじゃない。でもね、端前プリンが強い。あ、アイスピーめっちゃいいよ。え、これ落下ダメ入んの嫌だな。トレーン使っても大砲があるんで。
ほぼ8枚プリンだな。ゴルネ走ればよかった。いやまあ落ち着いてこれ行くのいいね。意外とまだ許せる展開ではある。いや入る。え、でかい。でかい。ランバ引っこ抜いて。え、でかい。来た。ファルチ？カモン入ってない。え、マジ相手のこの8枚プリンが、8枚プリンってこんなダメージ受けるんやっていうぐらい。え、相手バルーンなんで俺これガンインまで勝てるわ。あと守るだけ。よし。トルネモ大砲丸。え、危ない。アイスピナイス。え、アイスピナイスすぎる。よしよし、マジバルーンに多分一番強いぐらいよな。まあバルーン、エレジャイ、タンク系、まあさすがに神相性か。え、こういうのね、ほんとこれだけちょっとアイスピ活躍したわ。これだけ。アイスピ、アイスピ、アイスピ。うん。まあでもやっぱ試合の中で進化アイスピが出てくる回数やっぱ多いんで、なんか進化アイスピたまにミスっても、ああ、まあミスちゃったぐらいだね。なんか気楽ではいられるような。他の進化ってその、この進化を大事にってなるけど、進化アイスピはなんか別にそんな、そんな、ああ、進化アイスピミスっちゃったで済ませられるから。気楽ではある。おお、珍しい。え、なんかゴルナイすげえ刺さりそうじゃね。墓石ボンバー。まあエリゴレか、まあ、ゴーレムの2択だと思うんですけど、エリクサーポンプがあったら嫌だなーっていう感じよね。うわー、激しそう。これマジやべえな。あの多分相手そのエリゴレなんですけど、あ、これトルネ警戒ですね。え、エロ。キング軌道警戒。トルネ警戒じゃねえな。キング軌道警戒のトルネっすね。え、今の偉いな。ちゃんとそこまで考えてるやん。いやー、ちょっとめんどいが、ブラスターなんで、こういうのもあり。いや、あるよ。いや、マジである。え、おい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 、来た。え、これ金庫してしたらマジでおもろい。フリーズ欲しい。ええ、落ちないか、さすがに。え、やばいくね。いや、落ちろや。最新10秒デッキです。え、やば。おもろい。絶対俺相手に形組まれたら勝てないんですよ、これ。ライドラライドラとか多分、ヒーラーヒーラーヒーラーとか多分解けないんですけど。え、グロいな。あんまないよな。あんまどころじゃなく、マジないよな、基本。今みたいな。マジ気持ちいいな。進化助ってやっぱこれがあるからいいよな。しかも結構高頻度で起きるよな。また事故ったわみたいな。めちゃくちゃ強い選手でもたまに事故ってるもん。よいしょ。ゴルナイもいるよ。いっぱい走るよ。いやー、走りたかったが、まあこれは走れないよと。メガホン、いやー、まあ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 耐えたんじゃない。え、かわいそう、かわいそう。ジャイスパメガゴか。キヨキヨさんみたいなデッキだな。メガゴ今の時代使ってる人は少ないかんね。アチャメガゴね。まあ進化アーチャーと、もう一個何なの、どうせスパーキー来るもんね。はい、
逆に行っちゃいます。ディープリまであるやん。いやダークプリーンやだな。ゴールデンでスパーキー受けれたら理想ですけどね。やべ、いやこれちゃんと固めればいいや。さあ時効ラインやろ一発。えこれめっちゃ強くね。しかもメガゴまで一緒に。えこれやばい。え普通に優秀すぎてびっくりしたのよ。え、これ自己連？でゴルナイスキル今使えばよかった。うわぁ、もってぇねぇ。突進ダメ入れれたっすね。スキルの間隔が短くなったんだね。いや、マジダックプリー、めんどすぎるな。守れるかな、これ。いや、ファルチェ、いらねぇな。この試合。他で。他を回した方がなんかコスパいいというかいい感じになりそうな気がしてはいる。いやファルチいらんとか言ってごめん優秀すぎた。いや言ってもいい気がするんだよなこういうの。結構自己乱。うわ走ろうとはしてたのに。まあでも深海スピあるんだね俺。この深海スピ最強だぞ。おい、え、これマジやばい。いや、この深海スピやばくね。褒めた瞬間ストリオ。あぶね。なんで褒めた瞬間、ちょっとピンチになるの。怪しい、なんか。ダークプリ嫌いだな。でもこのゴブリンがはみ出るのが強い。え入りすぎだろ。からのちょっと深海スピ回してえな。いやファルチェも最強ではある。なんだかんだ。適当に耐えて。これさ絶対行こうだ。でゴルネ持って、えっ、いやでもファルチが深海スピある。ファルチなんかちょっと怖くねこれ。いや進化アーチャーマジ普通にこいつで全てひっくり返るかな。いやー怖え。いやー意外と止まったな。トルネとかやめろよ。いやー深海スピちょっと良かったわ。スパーキーに当てたらもうなんかそのターンの防衛絶対できそうだったもんな。怖えー。まあまあまあ、まあ、1コースだからこんぐらいがいいのかな。いやスケ強すぎだろ。ということで深海スピね、まあたまにまあたまに活躍すんでね。まあもうほんともう 1,2 回強化くればねまだまだ疲れるようになるんじゃないかなと。はい、強化待ちましょう。まあ皆さんもよければ ISP 使ってあげてください。ではお過ごしさまだね。